アラ・マツオは、日本の歴史学者、小説家。以下は、14位。君党は、随法、重光明。学位は博士。筆名は、新谷式。東京大学名誉教授、慶泉女学園大学名誉教授、日本学士院会員。東京大学東洋文化研究所教授、東京大学東洋文化研究所所長、津田塾大学学芸学部教授。 京泉女学園大学人文学部教授、財団法人東洋文庫研究員などを歴任した、東京府出身の歴史学者である、インド市及び南アジア市を専攻しており、東京大学、津田塾大学、京泉女学園大学などで教弁を取った、インド中世の政治権力と宗教勢力との関係について研究するなど、日本における、 インド史の本格的な研究の開拓者として知られている。日本学史院賞を受賞し、後に日本学士院の会員に選任されている。また、新谷式という筆名を用いて推理作家としても活躍し、オール読み物推理小説新人賞を受賞した。東京府東京市浅草区浅草材木町出身。1944年。 東京帝国大学文学部東洋史学科卒。1947年東大東洋文化研究所、助教授、教授、1972から1973年同所長。1978年日本学士員賞受賞、1982年、定年大官、名誉教授、津田塾大学教授、定泉女学園大学教授、1995年、 退職、名誉教授、学士委員会員、東洋文庫研究院。2001年、インドイスラム遺跡研究で、先週大学より、博士の学位取得。カナダビクトリア大学美術史学名誉博士。2008年11月8日死去。小8くらいから14人に少女され、随法、茂光明を授与される。1975年に、死は、 誰のものでおる読み物推理小説新人賞を受賞し推理作家としても活動。筆名、新谷式は荒屋式に基づく。ありがとうございます。